アルコ RSD-1 はアメリカンロコモティブが製造した車軸配置 CC の電気式ディーゼル機関車である。製造名義はアルコ GE であり、車体はアルコが、電装品はゼネラルエレクトリックが製造を担当した。試線用の多目的機関車として製造された RS-1 をベースに軸配置を BEB から CC としたものである。 同軸数が4軸から6軸へと増えたことにより、低速での牽引力の増加と軸重の低減を果たした。3つの設計記号があり、E1645 と E1646 は第二次世界大戦時にアメリカ陸軍の要請により製造されたものであり、E1641 は戦後にメキシコ国鉄の発注で製造したものである。 サンクトペテルブルクのバーシャフスキー駅で保存されている 20K。第二次世界大戦当時、主力カンティル・ピッツ率いるドイツ海軍とドイツ空軍はソビエト連邦の補給路であるムルマンスク港への海上輸送を脅威にさらしていた。この輸送経路はソ連の生命線であったため、その対策としてイラン中間鉄道をソ連へ延伸した。その作業にはアメリカが関わったので、 イラン従官鉄道は米軍が使用していた本形式を導入した。ロシア、米軍での使用を含め144両がこの目的のために製造された。ソ連に渡った本形式は70両に上り、現地では20型とされて戦後も使用され続け、その後ソ連は本形式を基礎とした機関車を6000両以上製造した。ありがとうございます。